直接会うのは初めてね、愛情蓮太郎君。それにインダカラネさん、はかりの母の花園はかりです。はかりさんとの恋を認めてはもらえないでしょうか。俺は絶対にはかりさんを幸せにします。そんな綺麗事で私の心を動かせると思って。綺麗事なんかじゃ。私は13歳中学2年生ではかりを産みました。どうしてだと思う？